海ズメ科は、千鳥目に属するとが、模式族は、大橋海ガラス族。海ズメと総称されるが、海ズメは、ウチ一種シ,シンサリーバーンファスアンティキスの和名でもある。なお、スズメはスズメ目であり禁煙ではない。北大西洋、北太平洋、北極海。海メア赤の種はすべて海鳥であり、沖合の海上に生息する。北半球の艦隊。 亜寒帯を中心として海洋に分布する。日本では15種が観察されている。原生種は全長1 5トルほどしかない小海スズメから全長4 5トルほどのハシブトガラス、大橋ハシガラスまで計22種が知られるが、1844年に絶滅した大海ガラスは全長8 0トル体重5キログラムに達する大型種だった。 全身は黒、灰色、褐色などの羽毛で覆われる。種類によっては頭部周辺に様々な飾り輪を持つ。基本的に私有動色で外見から性別を判断するのは難しい。角目取り類のように獲物を加えて離さないように太い、くちばしを持つ種もいる。孔子は水かきが発達し、潜水中には火事の役割を果たす。 しかし、孔子が胴体の後部に位置する上に、あまり発達していないため歩行には適しておらず、足裏に要する種もいる。翼は短く水の抵抗が小さくなるため潜水することに適している反面、飛行にはあまり適していない。この短い翼は同じ海鳥で長い翼を持つ、アホードリ類や水投げ鳥類のようなソワリングには向かない。素早く羽ばたかせたり、 水面を羽ばたくことで水面に跳ね返った風力を浮力として利用することで高い飛翔力を得ている。海洋に生息する。繁殖期以外は主に海上で生活し陸上に上がることはほとんどない。植生は動物食で魚類、軟体動物、甲殻類などを食べる。集団繁殖地を形成する。巣の形態は崖の上の土に穴を掘るもの。 岩の隙間に巣を作る者、巣を作らず地面で直に産卵、育数を行う者に分かれる。このうち巣穴を掘る者は、ヒナが十分に成長するまで巣立ちしないが、岩の隙間や地上で演奏する者は、ヒナが飛べないうちに巣立ちし、海上でヒナを育てる者も,もいる。ベーカー,エートール・ペレーラベーカーより、海スズメカは、盗賊カモメカと、姉妹群である。かつては、海スズメカと、 カニチドリカが姉妹群だとする説が多かった。古くはウミスズメメアルケイに分類された。ウェットモアにより、チドリ目の3ア目の一つとなり、ウミスズメカのみで、一絵型のウミスズメア目アルケイを構成した。俗と種は国際鳥類学会により、人為的に移入された動物による、捕食、漁業による、混濁、人間の繁殖地への侵入などにより、 生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。